まずはプールを泳ぐアザラシたちをご覧ください。アザラシは泳ぐとき後ろ足を使って泳ぎます。後ろ足一見小さく見えるんですが、泳ぐときにはとても大きく広がります。では今度はペンギンプールの方に向かって泳いでいってもらいましょう。はい、まっすぐ泳いでいきますが、後ろ足はやはり使ってますね。泳ぐスピード最高で時速30キロと言われています。25メートルのプールだと約3秒で泳いでしまうほどの速さで、とっても泳ぎが上手なんです。ちなみに前足全く使わないというわけではありません。使う場面もありますので少しご覧いただきましょう。方向を変えたりブレーキをかけるときにこの前足を使うんです。それぞれの足で役割に違いが見られます。はい、それでは泳いでいたアザラシたち、今度は岩の上に上がってきてもらいましょう。陸上を移動する様子をいただきましょう。岩の上にやってくると、アザラシたちは、はい、やってくるとき、アザラシたちは3つのコースから登ってきます。1カ所目がこの緩やかな斜面、ここからは何層かのアザラシが登ることができます。そして真ん中にある水が流れている斜面、ここを登ることができるのは大きなアザラシ1頭だけですので、ぜひこちらにもご注目ください。水中からジャンプして岩の上に上がってくるアザラシもいるので、3つのコースに注目をしてお楽しみください。では水の中に戻る様子もご覧いただきましょう。プールの後ろ側ではスロープを滑り降りますし、プールの前の方では岩山を全身で転がるようにして降りていきます。このように水中だけではなく陸上でも非常に敏な動きを見せてくれるんです。そして陸上での移動の方法も少し変わっていまして、このようにお腹を主に使って歩いてですね、お腹を主に使って這うように前に進んでいきます。足がほとんど地面についていないのがお分かりいただけるかと思います。では今度はアザラシたちの足の形を見ていきましょう。前足と後ろ足、魚のひれのような形をしているんですが、ちょっとずつ形が違っていますので紹介をしていきます。じゃあまずは小さな前足からご覧いただきましょう。はい、この小さな前足にはよく見ると鋭い爪が生えています。この爪を岩に引っ掛けることで急な斜面を登ることもできるんです。そして今度は後ろ足ですね。後ろ足、普段はピタッと取っていて陸上では使いません。では手で広げてみましょう。広げると、はい、こんなに広がるんです。大きな後ろ足を左右に振って水の中を勢いよく泳ぐことができます。このように足の形がヒレのようになっている、哺乳動物の仲間なんです。ではここからはプールで暮らしているこのアザラシたち一つ紹介していきましょう。まずは水が流れている急な斜面を登ってきていた大きなアザラシ、名前はポポと言います。はい、前足を振って見せてくれていました。さあ、そんなポポにはこの前足を使った得意技を見せてもらいましょう。トレーナーが持っているバケツを手渡すとしっかり掴んで落としません。指には関節があるので物を掴むこともできるんです。はい、そしてその横、水中からジャンプで上がってきたのはポロです。ポロは水の中からのジャンプと赤ベーが得意なアザラシなんです。このようにいろんなことができます。そしてそのプール側の岩の上に乗っているアザラシはアッタです。プールでは1番のベテランで30歳を超えています。はい、それではアッタに続いて今度は岩の一番高いところもご覧ください。来ているのはメスのアザラシ、名前はポポです。じゃあ皆さん、ポポにご注目ください。はい、こんな風に体を持ち上げたポポ、さらにここから後ろ側へ反らすことができます。とっても体が柔らかいんです。首回りも柔らかいので首だけを曲げて頭と背中をくっつけることもできます。はい、それでは今度はプールの後ろ側をご覧ください。はい、3頭のアザラシが仰向けになって拍手を見せてくれています。はい、皆さん、よかったら真ん中広場の方にお越しください。これからガラスの近くにアザラシたちが向かっていきます。はい、やってくるのは親子兄弟のアザラシですね。最初に来たのがどんぐりかあずき、その横にお母さんのくるみがやってきます。はい、1頭茶色っぽい色をしたアザラシはちょっと関係ないボブというアザラシで、一番ペンギンプール側にいる小さいアザラシが、さらにあずきの妹きなこ、きなこ、あずき、どんぐり、そしてくるみ、親子がやってきました。はい、それではこの塔もいよいよクライマックスです。今日の最後を飾るのはこちら芸達者な兄弟のアザラシたちです。まずはどんぐりとあずきに鳴き声を使ってもらいましょう。名前を呼ぶと返事ができますので皆さんよくお聞きください。ではいきますよ。どんぐり、どんぐり、あずき、あずき、
はい、こんな声をしています。皆さんもぜひアザラシたちの鳴き声今回覚えてあげてください。では最後は大踊りチャレンジします。どんぐりときなこが頑張りますが、近くのお客様水しぶきにお気をつけください。ではいきますよ。はい、助走に入った2頭が、はい、まずはどんぐり、そしてきなこ、2頭となって高いジャンプを見せてくれました。このようにのんびり屋なイメージがあるアザラシたち、実はとっても運動能力に優れているんです。それでは2頭のジャンプが決まりましたところで、アザラシのロックライディング終了です。ご観覧ありがとうございました。ありがとうございました。ではアザラシたちは引き続きプールの近くで私たちを続けていきますので、お楽しみください。またお時間の最後には